聴衆力は日本の元プロレスラー、及び日本と韓国のアマチュアレスリング選手。山口県徳山市出身。山口県山口市在住。在日韓国人2世として生まれ、2016年に日本へ帰化した。韓国名は各三つ現在の本名は吉田三つ海外での故障はリッキー徴収。ニックネームは革命戦士。 入場曲は、イボハン小作曲のオリジナルテーマ曲、パワーホール。血液型大型。1951年12月3日、山口県徳山市で4人兄弟の末っ子として生まれる。父親は1939年に、韓国の中西北道から来日し、廃品会就業を営んでいた。在日韓国人二世という出自のため、小学校時代は、 教師からも差別を受けたという。スポーツは野球と柔道で活動、企業中学の柔道部を経て、山口県桜ヶ丘高校のレスリング部に特待生として進学。レスリングに打ち込み、3年生の1969年には、インターハイの 73kg 級で準優勝、長崎国体のフリースタイル 75kg 以上級で優勝する。 大学レスリング関係者から注目され、レスリング競合校の専修大学小学部に特待生として入学する。専修大学レスリング部では、重量級の選手として1年次から試合で活躍する。3学年先輩の首相は、ミュンヘンオリンピックのフリースタイル 52kg 級で金メダルを獲得する、加藤清美。1学年後輩には、 吉田栄勝や平沢光氏がいた。大学2年の1971年、全日本学生選手権のグレコローマン 90kg 級で優勝する。大学3年の1972年、国籍のためオリンピックに出場できなくなることを惜しむ、関係者の助けもあり、在日大艦隊育会を介して、ミュンヘンオリンピック、韓国レスリング代表に選ばれる。 本番では、フリースタイル 90kg 級に出場し、戦績は1勝2敗。大学4年で、キャプテンとなり、1973年の全日本選手権では、フリースタイルとグレコローマンの 100kg 級で優勝した。卒業後の進路選択の際、ネットの運動局長だった、長里高平の仲介で新日本プロレスの新間久し、営業本部長にスカウトされ、 1974年に、新日本プロレスへ入団。ミュンヘンゴリングレコローマン 100kg 以上級に出場し、1年前に全日本プロレス入りした、鶴田智美と同じく、アマレスエリートのプロレス転校という道をたどることになる。1974年8月8日、日大行動でのエルグレコ戦でデビューを果たし、誘い固めで勝利を飾る。その後すぐに、 海外武者修行に出され、ヨーロッパや北米を転戦。デビューから間もない1974年秋には、当時の西ドイツにて、ローラン・ボックやミルマス・カラスとも対戦。1975年からは、アメリカ合衆国本土に入り、広松だが、本拠地としていた NWA フロリダ地区で活動。ダニー・ホッジ、クリス・マルコフ、バロン・シュクルナ、ボブ・アームストロング、 若手時代のボブバックランドやランディサベージなどと対戦した。デビュー時のリングネームは日本名の吉田光雄であったが、海外武者修行から帰国後の1977年4月より、故郷長渡国の別名である長州にちなんで、長州時からと改名外戦帰国時に出場した第4回ワールドリーグ戦では、優勝者の坂口誠二と準優勝者の マスクドスーパースターに次いで、ニコリ、ボルコフと同点の3位の戦績を収めた。解明後もアントニオイノキのパートナーに起用されて、TB 中継試合のメインイベントに出場するなど、活躍の機会は与えられていたが、華やかさに欠けぶ骨な長州は、人気が上がらず、生還で、女性や子供を決する、ジュニアヘビー級の藤波辰巳木村健吾の後人を、ハイス。 1979年6月には、ストロング小林に代わる坂口の新パートナーとして、北米タッグ王座ーーを獲得、チョキと坂口に次ぐヘビー級の3番手となったものの、ブレイクには至らなかった。同王座は、ハリウッドブロンズ、タイガー・ジェット・シン&、マサ・サイトー、アイアン・シーク&、スーパー・デストロイヤー、バッド・ニュース・アレンゲシュタポ、ワイルド、 サモアンズなどのチームを相手に防衛を続けたが、初期の提唱する IWGP 構想により、1981年3月のシンドン・ムラコとの防衛戦を最後に返上となった。ワールドプロレスリングの視聴率が20%を超えるという、新日ブームで湧く1982年に入ると、藤波達美との構想劇で一躍ブレーク。 メキシコ遠征から帰国後、それまでの単発パーマからストレートの挑発にイメージチェンジした長州は革命戦士のニックネームとともに時代の長寿となる。ブレークのきっかけとなったのは、藤波、俺はお前のカマセ犬ヌではないと発言したことからとされているが、長州が実際に発した言葉は、なんで俺がお前の前を歩かなきゃいけないんだ。なんで俺がお前の前に、 コールされなきゃいけないんだ。であった。きっかけとなった試合は、メキシコ遠征から、帰国時の1982年10月8日に、高楽園ホールで行われた、猪木、藤波と組んでのアブドーラザブッチャー、バッドニュースアレン、SD ・ジョーンズ組との6人タッグマッチである。藤波は年下であるが先輩であり、長州戦で6戦6勝と、この時点では、人気。 実績ともにはるかに勝っていた。さらに藤波は WWF インターナショナルヘビー級王者であったがゆえにこれに長州は噛みついた。カマセイヌという言葉が取り上げられるようになったのは長州が雑誌ビッグレスラー1982年12月号における造反直後の単独インタビューの中でだけど ここで自分を主張できなかったら、僕は一生かませ犬のままで終わってしまうんですよ、とコメントしたことに対し、藤並のかませ犬になるのは、もうごめんだ。というインタビュータイトルが付けられたことが発端であった。その後、当時、ワールドプロレスリングのアナウンサーだった、古立一郎が、実況の中でも、かませ犬という例えを多用。実際に本人が発した言葉ではないが、 俺は、お前のカマセイヌじゃないというセリフは、造反に立った、長州の心情を明確に印象づける表現として、浸透していった。2019年のターザン山本の分析によると、ジャンボを鶴田に先を越された心労によって、カマセイヌじゃないという言葉になって、怒りが出たとのこと。山本は、当時の長州の状態を鬱病に例えていた。その後、 当時の体制に反旗を翻して、死と仰ぐ正斉藤や、キラーカーンと共に、革命軍を結成。さらにラッシャー木村率いる、国際軍団を振り切る形で、長州と活動を共にするアニマル浜口、浜口と同じく国際軍団の寺西勇、タイガーマスクとの交渉で同じく新日本正規軍を敵に回していた、小林国明、そして、 レスリング日本一の触れ込みで新日本入団後、海外武者修行に出て帰国した、長州の弟子とも言える谷津義明と共に、一新軍を結成する。また、アメリカで活動するタイガー国王も、時折、一新軍に同行した。試合においては、1981年末に、全日本プロレスに転出したスタンハンセンの、ウエスタンラリアットをコピーした。 リキラリアットを使うようになり、ハンセンのファイトスタイルを取り入れた攻撃主体のハイスパートレスリングを確立。ニューヨークにて発掘された WWF インターナショナルヘビー級王座をめぐって藤波と名勝負数え歌と歌われる連戦を繰り広げ、1983年4月3日には藤波からピンフォール勝ちを収めて王座ダッシュ。 俺の人生にも一度くらいこんなことがあってもいいだろう、というコメントを残した。新日本正規軍と一新軍の軍団構想では、ボブ・オートン・ジュニアアド,ア,ンアドリアン・アドニスを模したツープラトン攻撃を駆使し、タッグマッチにおける合体技をマット会に広めた。1984年6月1日には、高松市民文化センターで行われた、 IWGP リーグ戦において、アンドレザジャイアントをボディスラムで投げることに成功している。しかし、トーキックを誤って入れてしまうなど、不器用なファイトぶりが外国人レスラーには、不評であったという。同大会では、6月14日のクラ前、国技館における、チョキ対ハルクホーガンの優勝決定戦に突如乱入、両者に力ラリアットを放った。結果としてチョキが、 リングアウト勝ちによる優勝を収めたが、試合を破壊されたことに納得しない観客による大規模な暴力行為が勃発、新日本プロレス史上初となる本格的な暴動事件を引き起こした。レフェリーを務めたミスター高橋は、この乱入劇はマッチメーカーの発案によるアングルであり、聴衆本人は気乗りせず仕方なく従ったが、この事件が会社への不信感につながり、 新日本プロレスを離脱する一員になったのではないかとしている。1984年9月21日をもって、長州来新軍は新日本プロレスを退社。その後、ジャパンプロレスを旗揚げし、維新軍に所属するレスラーを率いて、戦場を全日本プロレスへと移した。UWF に続き、長州を呼び、維新軍にも去られた新日本は、選手が不足し、 給与の策として、若手を投与。これが、後の闘魂三十四の流星につながる。時代の長寿であった、長州の全日本参戦は、大きな話題性を呼び、中継を行う日本テレビ放送網をも動かし、1985年秋から、全日本プロレス中継が、ゴールデンタイムに、念願の復帰を果たした。全日本マットにハイスパートレスリングを持ち込み、 それまで、オールドファッションなアメリカンプロレススタイルが主流であった、全日本の試合内容に変革を起こすこととなった。また、全日本所属の天竜玄一郎は当時は一枚、格下であったが、長州の試合に刺激を受けライバル意識をむき出しにした、ことで注目されることとなった。後の天竜革命は、長州の維新革命に触発されたものであることを、公言している。 全日本プロレスのエースであったジャンボ鶴田と大阪城ホールでのメインイベントにて60分フルタイムの激闘を展開した。この工業はジャパンプロレス主催工業であった。この試合については後述の1998年の引退時のインタビューにてあの試合はしんどかったね。鶴田さんの方が体力が残ってたねと述べている。試合終了後もすぐに立って。 鶴田に爽やかに握手を求めた。後年に出されたコメントには、ジャパンプロレス主催工業のメインを飾ってくれた、レスリング界の先輩である鶴田を立てる姿勢が多分に伺える。この試合は、両選手ともコンディションよく、フルタイムながら白熱の名勝負となり、1985年のプロレス大賞の年間最高試合賞を獲得した。全日本マットでは、 ブルーザー・ブロディハーリー・レース、ニック・ボック・ウィンクル、ドリー・ファンク・ジュニア、リック・フレアーといった、当時の全日本プロレスならではの、豪華外国人選手たちとも対戦した。1985年3月14日には、愛知県体育館にいて、ロード・オリアーズのアワー世界タッグ王座、同年4月23日には、相模原市立総合体育館にて、 フレアの NWA 世界ヘビー級王座と当時のアメリカにおけるメジャー団体のビッグタイトルにも挑戦している。攻めのレスリングを主体とするアントニオ猪木や藤波、辰巳との一連の構想に加えて全日本流の受けのプロレスにも触れたことで、長州のファイトスタイルは徐々に幅が広がり、新日本マット復帰後4年を経た1991年。 あたりからはもっぱら受けのレッスリングを展開するようになった。平成一新軍の一員として、長州政権下の新日マットに上がったザグレート、歌舞伎は長州のファイトスタイルの変化に感心したという。長州はジャイアントババのリーダー像に一目置いており、大人物だった。人のことをよく見ていると解雇している。1986年2月5日に、 タニツヨシアキとのチームで、ツルタ、天竜のツル竜コンビを破って、インターナショナルタッグ王座をダッシュ。さらに、2ヶ月後の4月5日にはハンセンを破って、PWF ヘビー級王座をダッシュ。この王座は全日本創設以来の看板タイトルで、この時点で、ツルタも天竜もダッシュしていなかった。テリーゴディ、テリーファンク、カートヘニングラを相手に防衛に成功。 しかしタイトルにそれほど興味がない長州は、ベルトを無造作に手に持ったり肩にかけたりして、マスコミへの撮影以外で腰に巻くことは、ほとんどなかった。人気、実力ともに全日本マットの頂点に立ち、天竜以外には燃える相手を見つけられなかったことから、長州は徐々に全日本マットへの興味を失っていった。谷津義明に関しても、ここにいるよりも、青山で、 社長や藤波さんとやっている方がレスラーとして成長すると発言している。1987年2月から手首の脳腫を理由に全日本のシリーズを欠場し、その流れで新日本に復帰。契約問題でババ及び日本テレビとの騒動に発展した。ジャパンプロレスは解散。長州のスタイルに強い影響を受けた天竜は、長州離脱後の全日本マットで、 激しいプロレスを展開し、あとの四天王プロレスのスタイルの礎を築いた。1986年頃から、インタビューやマイクで、藤並の名を口にし、古末のカムバックが次第に色味を帯びてきた1987年、長州の死であり、一新軍でも、東木閣であった、マサ斎藤とチョキとの交渉が始まる。これに伴い、調印式などに、 長州も姿を見せるようになり、いよいよ復帰が秒読みと思われつつあった中、4月27日両国国技館でのチョキ VS 斉藤戦に際し、セコンドとして行く人可の元ジャパンプロ名優らと、ついに新日会場に姿を見せる。試合前の競技でリング下に着くセコンドは、長谷広市のみとなり、長州は、リングサイドでの観戦を余儀なくされたが、 斉藤が小負けした直後は周囲に抑えられて未遂に終わるもリングに駆け上がらんばかりであった。これを契機に、ついに、長州の新日復帰が加速するかに見えたが、新日側は、長州軍の参戦カードをなかなか組まず、しびれを切らせた。長州側は5月30日、鹿児島県立体育館大会にて、カードジャックを強行、第8試合にて長州は、 斎藤とのタッグで出陣の運びとなったが、この入場時に藤原が3年前を彷彿とさせるテロ行為に出る。鉄パイプ奇襲で負傷した長州はこの日はマシンに試合を譲ることになった。中1日を置いての6月1日、愛知県体育館にてマシンとのタッグで2年8、5月ぶりの新日マットでのファイトに勝利を飾った。長州側の陣容は、 ジャパンプロレス時代に1986年8月、全日マットで謀反を起こした、カーン、そして当時引退状態にあった、アニマル浜口、全日本にそのまま残った、谷津義明、寺西キ、村を除き、マササ小林国明、カルガリーハリケーンズのリーダースーパーストロングマシン、また、マシンと共に常に行動を共にしていた、ヒロサさらに、 先週大学の後輩で、ジャパンプロ出身の長谷博史、そしてジャパンプロ生え抜きの佐々木健介といった選手らと、阪神日体制を率いる。正式な軍団名はなかったが全員力プロに所属し、テレビやマスコミからは、入院新軍と呼ばれていた。その軍団の当時のトレーニングジャージには、背番号が入っており、話題となった。 マシンは、晩年にもこのジャージを着用して、リングインしていた。この合流に際し、一足先に新日本に合流していた、前田明率いる UWF との絡みが、ファンに期待されたが、目立った直接対決の機会のないまま新世代として、長州、藤波、前田らは共闘し、猪木世代を相手に、世代闘争を繰り広げることとなる。しかしほどなくしてこのアングルも、 画界、新日本体対長州軍という流れへと移行していく。次第に、UWF の存在を、気迫化され解体吸収されることを危惧しナーバスになった前だが、長州の姿勢を、言うだけ番長と揶揄するなど、徐々に確執が顕著になっていく中、11月19日、高楽園ホールの長州軍隊、UWF の6人タッグマッチにおいて、 前田による長州への顔面宿劇事件が勃発。これにより長州は、眼下底骨折で、長期欠場。前田は新日本を解雇され独立の道を歩み、第二次、UWF の旗上げとつながる。これは同時に、新日本内部において、反対勢力を廃止長州の影響力を強める、契機となった。長州、新日本と UWF という後のプロレスかを。 石鹸、牽引していく二大潮流の源流であり、また両者両団体の因縁の発端という意味でも、プロレス界における昭和から平成への一つのエポックとなった事件と言える。その後、長州は1988年7月にシングルマッチでアントニオ猪木から念願のホール勝ちを奪い、また翌1989年2月にもラリアット6連発で再び初期に干渉し、 猪木が試合後に号泣するという名場面が生まれた。これにより長州は完全にチョキ声を果たし政権交代、名実ともに新日本マットの中心となった。そしてマッチメーカーとしてチョキが一戦を退りいた後の団体を取り仕切り、東根三重市をプロデュースし、新世代のスターへと押し上げた。また、現在まで続く1.4東京ドーム。 G1 クライマックス、G1 タッグリーグ、ベストオブザ・スーパージュニアなど定番イベントを創設し、1990年代を通して全国でドーム工業を成功、定着させ、ドームプロレスの生みの親となった。因縁朝からの UWF インターナショナルとの構想も主導し、平和のためのピ壌ン国際体育、文化宿典で生じた大赤字を埋めることに成功する。 ただし、相手氏の佐々木健介や他団体の天竜玄一郎を徴用する等のマッチメイクも見られ、豪腕リーダーぶりには、西村治などの一部選手から不満を買った。1998年1月4日の東京ドーム大会で引退。引退試合は、藤田和幸、吉江豊、高岩隆一、飯塚隆史、重心サンダーライガーの5人がけであった。引退後、 超集力のリングネームは、愛弟子の佐々木健介が襲名するという話が、持ち上がるも実現しなかった。引退前は、復帰を否定していたものの、大似田厚紙の参戦、挑発に乗る形で2000年7月に、マットに上がった。当初は、この1試合のみの予定であったが、自分と初期の引退によって新日本の工業収入が、減少していたこと等もあり、ほどなくして、 定期参戦するようになり、現役復帰となった。2002年2月、武藤刑事派が新日を退団した責任を取らされ、現場監督の任務を剥奪。5月に新日本プロレスを退社。名優、長島勝次と共に、有力谷町であった福田正次を代表取締役として、2003年3月、WJ プロレスを旗揚げしたものの、諸般の事情により飛ん 総合格闘技イベント X-1 や01との対抗戦に活路を見出そうとするも解散に至った。なお、WJ 設立時のオープニングシリーズでは全6戦すべてのメインに長州対天竜のシングルマッチを組んだ。ハッスルやインディ団体へ参戦を続け、2004年新日本に一時復帰。2005年には上井文彦から要請を受け、 10月8日、サイモン・ケリー・チョキとの会談で、力プロに所属しつつ新日本プロレスの現場監督として復帰。この新日本の決定に、所属レスラーの意見は、ま、ぶたつに分かれた。藤波は発表当初は、歓迎をしていたものの、ドーム工業終了後に態度を180度転換している。実際、 前日組まれていたカードを当日になって変更するなど一部の選手とはさらなる圧力を生んでいる。サイモン社長時は新日本の現場監督と元 WJ 所属の若手選手によるプロダクション入り機プロで選手会工業を単発で行っていた。2009年にはレスラー生活35年を迎え記念パーティー。 超集力レスラー生活35周年を祝う会を開催した。その中で自分のゴールはもう目の前にあると近い将来に二度目の引退をすることを示唆した。11月には、ソヤ学と全日本プロレスの世界最強タッグ決定リーグ戦に出場。1985年と1986年に、 タニツと組んで出場して、以来23年ぶりに全日本プロレスのリーグ戦に出場することとなった。2009年には、新日本のみならずドラディション、リアルプロレス、ハッスル、全日本と、精力的に各団体へ参戦。一部では、イコンが深いとされるチョキ率いるイグフへの参戦説まで、浮上したがこれは、実現に至らなかった。S アリーナで GK こと、 金沢勝彦からイグフより、オファーがあったかどうかを突っ込まれると、ノーコメントだよ。聞くなって。と、切り返し微妙な含みを残した。2009年9月8日に、竹内力の双子の弟というギミックの力が、日本リーゼントを立ち上げの記者会見を開き、長州と高山義弘が、日本リーゼントに入党したことを発表した。しかし、 ハッスルの事実上の倒産によってこのアングルは立ち消えとなった。2010年銀幕デビューとなる星砂の島の小さな天使に初出演。共演者の美穂順が番組でその演技力を絶賛する。現在は芸能プロダクション芸映画、芸能活動の全てをバックアップしている。2010年1月4日、新日本プロレスの東京ドーム大会。 レッスルキングダムにて、長野正宏、中西学テリーファンクとタッグを組み、飯塚隆矢野通石井智博アブドーラザ・ブッチャーのヒール軍団と対戦。試合では、長州のリキラリアットと長野の、シャイニング喧嘩キックによる、コンビネーション技を披露した。2010年10月20日、藤波達次初代タイガーマスクと共に、新イベント。 レジェンドザ・プロレスリングを2011年1月10日に、後楽園ホールで旗揚げすることを発表した。旗揚げ当日は、富士宮と長州の1997年8月10日以来となる一騎打ちも行われた。なおレジェンドにて試合を行いつつも、2015年現在も、新日本の道場に定期的に顔を出しトレーニングを行っている。2016年に帰化。 2018年12月28日、プロデュース工業、パワーホール2018試合終了後に、控え室にて引退を示唆。翌年6月26日の東京、高楽園ホールに引退工業を開催することが、発表。2019年6月26日、高楽園ホールで行われた、パワーホール2019における、 藤士三達治、武藤敬治、真壁が棚木戦を持って現役を引退した。試合では珍しくドラゴンスクリューも披露。セレモニーには田村清志氏も登場した。2019年7月31日、ワインブランドロジャーグラートブランドアンバサダーに就任した。2019年12月25日、ツイッターを開始する。独特なツイートで、 ネットメディアの話題となる。スタンハンセンの流れを組む、試合開始から終了まで走り回るハイスパート、レスリングの象徴とされ、基本的な技であっても差別化を図る工夫が、なされている。また試合中に使う技の種類は、レスラーの中でも、比較的少ない方であるが、クラシカルなファンやマスコミの一部には逆に、昭和プロレスの選手にしてみると使用する。 技の数が多いという声も存在する。長州は、名優天竜と同じく、大一番で対戦相手や観客を驚かせる、目的で普段使用しない技を突如として、使用することがある。オリジナルアルバムプロレスの責任者でいるときは、所属のプロレスラーが勝手なアクションを起こすことを、良しとしない。また、プロレスと格闘技との間に一線を引いており、 対戦レスラーを故意に負傷させる行為に対しては、厳重に罰している。エルサムライが、当時 IWGP ジュニアタッグ王座を保持していた、高岩隆一に勝ち、ノンタイトル戦なのに、IWGP のベルトを強奪し、そのベルトを持ちながら、インタビューで、自己主張をあらわにした。これに対し、長州がインタビュー中に割って入り、カセおら、と怒りつつ、 ベルトを侍の手から強引に奪った。これ以来、侍は、自己主張をあまりしなくなった。2005年、長野正宏、天山広吉が、IWGP タッグ王座に挑戦を表明した。このことを聞かされていなかった長州は激怒し、舞台裏で、調子のいいこと抜かしてんじゃねえぞこら。何が挑戦だ。と怒鳴り散らし、乱闘騒ぎになった。 佐々木健介の結婚式ではコー道を務め、一時は健介が二代目長州力を襲名する話が持ち上がるほど良好だった。指定関係は WJ プロレスの失敗をきっかけに疎遠となった。その後一度だけ健介と長州がシングルで戦うことはあったものの、長州が全盛期を過ぎていたことから交渉部とならず。 対戦後インタビューにてケンスケの妻である北斗明から二度と関わらないと宣言され絶縁された。ミスター高橋は、長州には少しばかり欧米な面があると指摘する。高橋によると、新日本プロレスの現場監督就任後、プロレスラーを集めて話をする際に、自身よりもキャリアの長い柴田勝久や木戸治小林国明、 木村健吾らまでをもひとまとめに、お前らと呼んだ。高橋はまた、長州が、他のプロレスラーを人前で怒鳴ったり殴ったりしていた、ことを示唆している。一方で、成功した奴は必ず努力しているという持論から、日々の練習を欠かさず、また新日本プロレスの現場監督を務めていた。時代には、練習量が多い選手を積極的に試合に出す、マッチメイクをしていた。 長州の月人を長年務めたマカベガなぎはインタビューで、上記通り練習に励んでいる選手を重んじる、方針に加え、練習生に理不尽な暴力を振るわない、使いっ走りにしない、長州の人柄について語っている。前田明は2019年のインタビューで、元々明るくほがらかなスポーツマンで、不機嫌で、怖い雰囲気は演技。 長年そうした演技をしていて不自然に見えることもあったが、男性高年期のホルモンバランスの変化によって、性格が頑固になり、ギリギリごまかせるようになったと性格について話している。入場曲、パワーホールは、作曲者の平沢進が担当している。この曲は、同じフレーズが延々と繰り返される当時としては、珍しいテクノ調の入場曲であった。 なお作曲者クレジットは、イボ半生という変名が用いられている。イボ半妙とは、平沢の好きな昆虫半妙に、イボイボがついたような姿をイメージしてつけたとしている。当初から著作権買取契約の条件で発注され、その条件で、業界新人として著作権に無知だった平沢が、納得指導曲を制作したため、 曲が使用されても平沢自身に印税は入ってこない。自分で後ろ髪が切れないからという理由で長髪がトレードマークであるが過去に3度単髪にしている。1997年にも何度か髪を切っているが目立った部分は前述の通りである。2000年代以降は茶髪でウェーブがかかっている。週刊ファイト元編集長の井上ジョー治は プロレスマスコミに対する聴衆の態度について以下のように述べている。専門指揮者に対してはファン上がりとばかりに露骨な別心を送るが、テレビ取材や一般マスコミの取材にはニコニコと上機嫌で応じる。その場合、相手が年下でも3つけだ。彼にはプロレス専門記者に対してお前らに言って何がわかるというどこか見下した気持ちがあるのだ。 井上2010、123から124ページ。1990年代には、マスコミは、テレビと、トースポ以外、必要ねえ。と繰り返し発言していた。週刊ゴング元編集長の金沢克彦は、次のように述べている。長州は、昔から、プロレスマスコミを毛嫌いしていたし、特に専門誌の記者を明らかに、 ワンランク下の存在とみなしていた節がある。つまりは、ファン上がりで、オタクにしか映らない記者たちをジャーナリストとは、認めていなかったのだ。別冊宝島編集部2008、188ページ。そのような姿勢が影響してか、あれほど一世を風靡し時代の長寿となったにも、かかわらず、プロレス大賞 MVP は一度も獲得していない。 試合前の時間にレスラー及び関係者以外が、控室に入ることも極端に嫌う。ある時、工業関係者の子供がサインをもらいに、控室に入った際も追い返そうとしたが、そばにいた、木村健吾に、おい、サインぐらいしてやれよと言われ、しぶしぶサインに応じたことがある。一新軍団全世紀には、控室の窓から中を覗こうとしたファンに怒り、 スリッパで窓ガラスを叩き割り、うるさい。と叫んでいる記事が週刊プロレスに掲載された。しかしそんな彼も例外的にファンにサインをしたことがあった。1988年9月、津山市総合体育館での試合の時に地元に住む長州のファンが訪れたことがあった。彼は先天性の富士の病と戦っていて車椅子に乗って、 花束を持って来場した。しかも彼は長くて、あと一年しか生きられないということだった。控室で彼は、長州に花束を渡し、普段はファンに不愛想な長州も笑顔で、ありがとう、頑張れよと声をかけ、さらに握手とサインもしていた。1980年代の、かませ犬発言以降の長州の人気は凄まじく、DBS では、 聴衆を扱った1時間の特集番組が組まれるほどであったがコメントをした。また、1983年に鈴木正幸の紹介で笑っていいとものテレフォンショッキングにも出演、リングアナの田中ケロのアナウンスで登場し、当時、同コーナー最の祝電が到着したことで話題になった。タモリの技のリクエストにヘッドロックで応じようとするも、 派手な技を望むタモリの意向により、コブラツイストをかけた。次の友達に、関根トムを紹介した。人気が最高潮である1985年12月には、サダ・マサシのせい、ヤングにゲスト出演。最後に、サダ側から腕相撲をやりたいと要望があり、サダは両手で挑んだが当然負けた。2006年に、ズバリ言うわよ、の、新春スペシャルに、 ゲスト出演した際には、子供たちの会話に入っていけない、と三人の娘を持つ父親としての悩みを打ち明け、細木和子と他の出演者からどう接すればよいか助言をもらっていた。なお、この放送の時、有田鉄平は、長州の出演で、興奮気味で、本人の前でモノマネも披露した。以前、岩手県内の棒パチンコ店のコマーシャルに、出演していたこともある。 その内容は、長州の練習姿を数種類映した後、山りのパチンコ玉の前で箸を持った長州が、こんなに食えねえよ、と吠えるというものであった。他の CM 出演として、日本ベルテック、雪印ローリー、ローリー S、札幌のパチンコチェーンビッグスター等の出演がある。また、2013年初頭に放映されたキリンビール、喉越し、生では、 喉越し夢のドリーム体験で会社員と対決している。トレーニング器具、ブルーワーカーの雑誌広告に起用されていたこともある。サンマのまんまに出演した際には自分はタイトルを取ってもなかなか防衛することができなかったと話した折に、アカシア・サンマから、あんた、弱いんだとあっさり言われて苦笑した。また、話がしたたらずれ聞きづらいというサンマに対し、 自分ではそう思っていないが、人にはよく言われると答えている。2012年大晦日に放映された、ダウンタウンのガキの使い荒編で、絶対に笑ってはいけない、熱血教師24時で、天竜源一郎と共に、滑舌の悪い教師役で出演した。2018年、愛石食堂に出演し、北海道猿払村を訪問。 漁師の家族からもらったホタテの貝柱を食し、あまりの美味しさに、食ってみな、飛ぶぞ、と発言して、MC の千鳥を、食ってみな、飛ぶぞ、は一回やっとる人なんよ。それ、進める時やから、と笑わせた。2020年にも、同番組に参加し、大悟と、ノブそれぞれが率いる野球チーム対決の解説者となったが、スケットバッターとして現れた。 武藤刑事と野球できないのに解説してる。お前、打ったら、走れるのかと、抗論からの特っくみ合いになり、その際に、形変えてしまうぞ、この野郎。と武藤に叫び、最後から、その怖い言葉何と突っ込まれた。この、食ってみな、飛ぶぞ。と、形変えてしまうぞ。の二つは強烈なインパクトを残し、 後々聴衆が出演する別番組や CM でも引用されている。1987年にリコエレメックスが発売したファミリーコンピュータ用ゲーム新人類にタイアップ企画で出演。ゲーム中に主人公がリキのパネルを取ると聴衆力に変身してリキラリアットで敵を攻撃するというものだった。また広告や テレビコマーシャルにも直接本人が出演していた。2006年1月の最後の東京ドーム大会でのマッチメイクを新日本対インディーと呼んだことでた団体レスラーから批判を受けた。ちなみに WJ プロレス時期におけるインディー団体選手との絡みにより、現在ではかつてのようなインディ敵視は薄まっている。 新日本プロレス在籍時にはパチンコ CR トーコンの特別図柄12として登場している。聴衆個人としては2007年にパチスロ革命戦士聴衆力が発売された。この機種では聴収個らとの共演を果たしている。なお、インターネット上の動画サイトに投稿されている CR 革命戦士聴衆力なるパチンコの動画は CR 新世紀。 エヴァンゲリオンシリーズを元にした個人制作のものであり、実機では存在しない。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。各三つに関するカテゴリー。ありがとうございます。